よく来たな。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様、ご来店にゃマジな一丁裏で行くか。なんや、朝から精が出るな。ないとかそんなん分かっとるわ。なんや、こんな時間から酔うとるんか。ないとかそんなん分かっとるわ。平和な街並み。ほんでも戦いはもうすぐ。ちょっと見ててよ。新鮮な。この景色、見納めなんかにはさせぬ。絶対に。消え、ロキー。こっちがせっかく戦地になって雰囲気作りしとるっちゅうのに、ほんま空気が読めんどチビやな。出会い頭に何わけわかめなこと言ってるんだ。いいねいいね、今は自分の相手する気分ちゅうねん。そっちが勝手に出てきたんだろ。君こそどっか行けばいいじゃないか。ああ、うちはここに降りたいからうんねん。僕だってそうさ。なんだよ、妙な格好しちゃってさ。うっせえわ。いつも同じミスブルシー格好しよって。なんだと。やるか。ロキ、オラリオで何が起こってるんだい。そのうち嫌でもわかる。それってどういう意味さ。万一自分が関わるようなことになったら、自然と知ることになるわ。それもしかしてディオニュソスのことも関係してるのかい。やっぱり少し前に召喚された二人のうちの一人って、はあ、せっかく街の雰囲気楽しもうと思っとったのに、自分のせいで台無しや。うちはもう戻る。戻って合図さんとニャンニャンする。ロキ、なんだかよくわかんないけど頑張ってきなよ。自分に心配されるとか、ほんま世も末やな。強くなる。攻略します。最高の夏になるぜ。敵を引きつけます。無念。攻略します。瞳はいろんなことを教えてくれる。援護は任せてください。ところで、あなたはいりません。バカンスを楽しもうじゃないか。邪魔しないで。くっ、ファイヤー面格。敵を引きつけない。来ないで。みんなで生きて帰りましょう。必ず勝つんです。アルクスレイ。
無念したことがさえ。やりましたね。